こんにちは。現代世界の国家と領域についてやっていきましょう。まずは国境とそれぞれの国が持つ主権についてです。国と国の境界線のことを国境と言います。大きく分けて2つの国境が存在しています。1つ目は山脈や河川、故障、海洋などの自然の地形に沿って定められているもの。自然的国境と言います。 左下のようにアルゼンチン、ブラジル、パラグアイを分けているイグアスの滝などが有名です。他には、遺線や経線、建造物などを利用して引かれる人為的国境があります。これはアフリカ大陸に多く見られるのですが、植民地支配を受けていた時に、ヨーロッパなどの創始国によって引かれました。 続いて、国家の領域についてです。国家には3要素が存在しているんでした。一つ目は、他国の干渉を受けることなく、国家を統治する権力である、主権ですね。続いて、その主権が及ぶ、陸海空の範囲のことを、領域と言います。領域展開という言葉が流行っていますが、 その人の主権が及ぶ範囲のことを言っているんですね。それぞれ陸海空は領土、領海、領空と呼ばれます。領海は国連海洋法条例で海岸から12海里までの範囲と定められています。その外側には接続水域とその接続水域を含む 排他的経済水域がありますこの排他的経済水域では沿岸国に独占的な資源の利用管理が認められているんでした最後に領域に属している人々のことを国民と言います国家の3要素は主権領域国民この3つがその国に存在していることです 続いて国民と主権についてです他国から干渉されずに政治を行うことができる国のことを独立国と言いますそして主権を持たない非独立地域のことを植民地というわけですねそして植民地を持っているそしてその植民地のことを支配している国のことを植民地に対して 総主国というんでした国として認められるためには主権を持っていなければなりません。そのため植民地支配されていては国としては認められないことになります。第二次世界大戦まで多くの植民地が存在していました。しかし戦後になるとその植民地の国々が独立したり 支配されていた場所が返還されたりしていきました。特に1960年代、アフリカで多くの国が独立し、アフリカの都市と呼ばれていきました。続いては日本の位置や領域についてです。日本の面積は約38万平方キロメートルで世界第61位です。それぞれの 最も北から最も西に位置している島についても覚えておきましょう最北端にあるのがエトロフ島漢字で書くとエトロフを逆にしてしまう人がいるんですがしっかりと覚えておいてください最東端は南鳥島東にあるのに南の島なんですね最南端は沖ノ鳥島 最西端は、与那国島となります。これらによって、広い範囲の排他的経済水域を確保しています。そして、それによって豊富な水産資源に恵まれているのが、島国、日本の特徴です。海岸から200海里までの海底のことを、大陸棚と言うんですが、 そこには石油や天然ガスなどの海底資源が存在していることが多いです日本も200海里まで大陸棚が認められているんですが石油や天然ガスはたくさん取れている国ではありませんが取れている国からしたら貴重な資源であってそれによって経済が回っていたりすることもあるんです続いては領土をめぐる問題についてです 現在の日本では近隣諸国と領土をめぐる争いが終わっていません。領土があるとそこから排他的経済水域が伸びていくので貴重な資源を取れたりそれによってお金が稼げて経済が回って豊かになったりするので大切なものなんですね。現在の日本の領土は第二次世界大戦後1951年に結ばれた サンフランシスコ平和条約によって定められたものです。第二次世界大戦中、日本は領土を拡大していました。それを元の日本が持っている領土に戻そうとして結ばれたのがこの条約です。それをめぐっていろいろな問題が生じているんです。一つ目は、北海道の北東部にある北方領土です。 群島、シコタン島、国後島、択捉島がこれに該当しますが、1945年にソ連が占拠したことが発端となって、現在でもロシアとの争いを生んでいます。日本は返還を求めて交渉を続けているんですが、ロシアがここは私たちの領土ですということで交渉に応じていない形になるんです。続いては 1905年に国際法にのっとって島根県に編入したんですが韓国が自分の領土だと主張してまだ領土争いが続いているある島竹島ですね。最後が1895年に沖縄県に編入したんですが1970年代から中国が自分たちの領土だと主張している島これを 尖閣諸島と言います北方領土、ロシア、竹島、韓国、尖閣諸島、中国と、しっかりと覚えておいてほしいんですが、それぞれの経緯や、それぞれの国がどのように主張しているのかも知っていくといいと思います。今回はこれれでで以上となりますお疲れ様でした 最後まで動画を見てくれてありがとうございます。ああ概要欄に私が作っているサイトのリンクがありますので、よかったら活用してみてください。もももっと社会チャンネル。ああ